はい、皆さんこんばんは。はい、岩井翔吾です。はい、今回僕が出演するチア男子がですね、5月10日に、公開をするんですけども、それに先駆けまして、この映画を全力で盛り上げるためにですね、今回この企画がスタートしました。チア男子インスタライブチャレンジ、パチ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 。はい、ありがとうございます。はい、僕岩井翔吾はですね、男子チアリーディングチームブレイカーズの、他のメンバーを直撃して、皆さんも多分映画公開まで、本当にワクワクしてくださってると思うんですけども、その興奮を皆さんと分かち合いたいなという企画でして、本当にこれからもどん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 と盛り上がっていけるように僕も MC 岩井頑張るので、皆さん今日も最後までよろしくお願いします。はい、続々とね、皆さん見てくださってありがとうございます。はい、では早速なんですけども、ゲストのところに行ってみたいなと思うんですけども、皆さん行っちゃっても大丈夫ですか？ゲストのところに。コメントもちゃんと見れてますよ、ありがとうございます。おお、たくさん。 MC は頑張ります。では行きますか。行きますよ。では今日のスペシャルゲストはこの方です。あれ？すやすやと、ちょっと待ってくださいね。お眠りになられてる。おはようございます。おはようございます。中尾さん、はい、中尾さんおはようございます。はい、おはようございます。あのインスタライブ中です。あ、おはようございます。役者なんだから。これ何ですか？これはあのインスタライブです。チア男子の、はい、おい、ここで役者魂見せるな。中尾まさきです。お願いします。よろしくお願いします。はい、今回チア男子の主演を演じた、カズ役の、橋本和真役の中尾まさきです。お願いします。お願いします。よし、今日はカズ役のまさきを迎えてライブをさせていただきたいなと思います。よっしゃ、こっちは覚えよ。じゃあ置きましょう。あー、いやー、もうそんな時間か。そんな時間だよ。さっきまでめっちゃ一緒に笑ってただろ。本当に役者なんだから言うなってな感じでですね。ではおっと、コメントがね、たくさん来てますね。これでいいのかな、入れてるのかな。よ、トンちゃん、うん、いけてるね。で、もうちょい引いた方がいいのかな。これぐらいかな。おお、はい、すごいね。見えてますかね。はい、はい、ということで改めまして、はい、今回の自己紹介をお願いします。橋本和真役の中尾まさきです。お願いします。お願いします。お願いします。はい、とりあえずですね、今回カズを演じたんですけども、そのカズの、はい、役柄について簡単に教えていただいてもいいですか。まあ、今回僕が演じたのはそのブレイカーズを僕がまあ作るきっかけになった、男でして、で、まあ春カズセットの、そうだね、もう春とは幼なじみでずっとやってて、まあ、今回もう僕が一番明るいというか、そうだね、もうすごい太陽のような、ね、太陽のような明るさで、明るさで今回やらせていただきました。はい、ということでですね、うん、今日はカズを迎えてインスタライブをしていきたいなと思うんですけども、うん、2500人ありがとうございます。はあはあ、ほう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 、パーカーの紐結んでる、かわいい。これもうそこじゃないんだよ。はい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 、それで一郎とも前やったんでしょ、ね、そうそうそう、一郎ともこの前やって、あの時もね、すごい評判が良くてですね、あれ見れなくてさ。ああね、そうそうそう、言ってたね。あ、そう、2人同い年なんですよ。そうなんですよ、同い年なんですよ。1、1、3、1、3。そうか、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、2人とも22歳。今回だってそうそうそう、流星も、ああね、タメで、うん、タメもいたね、結構で、トシキ1個上で、そうだね、イチローも1個上で、まあ、結構一番下だったのか、そう考えると、世代的には。そっか、ね、都市的にですね、ね、です、うん、ですね、横浜流星ですね、はい、うん、はい、そしてですね、早速なんですけども、うん、前回もやらせていただいた今回の企画を、はい、いきたいと思います。題してブレイカーズチャレンジ。いやー、有名なブレイカーズ
レイカーズチャレンジの時間ですね。島で有名なブレイカーズチャレンジということでですね、すごいやりたい、はい、今回ブレイカーズのね7色のテーマカラーに基づいてですね、今回カードにテーマをスタッフさんが書いてくださったので、それについて1枚ずつここに引いてトークしていきたいなと思います。おお、懐かしくないこれ。いいねこれ、なんかしれっと置いてあったけど、多分これあれで本番の衣装のやつだよね。そうそう、あほら正午の匂いがするもん。絶対洗濯してるだろさすがに。うわすごい、これもね劇中の衣装、うん、あ衣装してるね、してるね、うん、これもしてるわ、うん、見えるかな、紫色だからね。そうゲームじゃあ俺これつけて今日やろう。おやばいてな感じで、うん、そんな話をしてたらブレイカーズチャレンジの時間ですね。ブレイカーズチャレンジの時間です、うん、はい、いや俺が引くのこれ、せっかくなので何色でも。絶対赤引くと思ってるでしょ、ここの人思ってるよ、絶対思ってるよ。青引くおえそんなお、はい、チャレンジ、一番苦手だった練習メニューを笑顔で語れ、うん、一番苦手だった、あなるほどね、苦手だった、まあ、今回ねこのクランクインする前に僕たち3ヶ月トレーニング期間があったんですけども、うん、苦手だったんだろうな、っていうかなんか苦手というか、うん、きついのが、うん、その持続的に毎日やる筋トレ、ああ、うん、そうね、そう課題として渡されてたんだよね。そう集まってたのは俺ら週1、2回とかだったんですけど、うん、毎日毎日課題があって、うん、でそれをなんか、まあ、倒立2分、うん、3セットとかで筋トレ腕回しとか全部あって、うん、それが普通に苦手というかきつかったっていう。いや毎日あれやばかったよ、ね、ノルマとして日課として入ったから、なんかこのチェックシートみたいなのがあって、うん、なんかそのねコーチというかそのそ、ね、部活だったよね、やばかったマジ部活でした。あれは本当に確かにそれきつかったな、うん、さダンスとかの練習とは違うの、うん、そのなんか使う場所というか、全然、うん、ちゃうかった。なんかさ、まあ男子チアって、うん、まあそのショッカーズさんっていう、うんうんうん、ね、このチア男子のベースになった方々がいるんですけども、うん、その映像を多分皆さんも見ていただいたら分かると思うんですけども、うん、なんかもうすごい人間離れした、うん、ね、こうトス技とか、そうだね、なんかそういうのは最初見た時これできんのかなって思ったよ。いや絶対無理だと思った思ったよマジで絶対無理だと思った。この元となったショッカーズさんの動画をまず初めて見た時に、うん、何これって思ったし、マジで無理やろと思った。3ヶ月はさすがに、うん、いや多分見終わった後にちょっと YouTube かなんかで見てみてください。ください、それ本当にすごいんで、すごいんで、でそれをちゃんとやったんで僕ら、そう本当にすごいね。予告でもねちょっとチラッと知ってる映像とかも、うん、それは本当に頑張ったかなっていう。確かにな、結構きつかった、はい、でね、そんなこんなでね、さっきトンちゃんがねコメントしてたのが見えたんだよ。あ、笑顔を笑われてトンちゃんトンちゃんトンちゃん、本当解禁症レベルでね、うん、この前もずっとコメントしてくれてた。俺トンちゃんとね、あれしたよ、取材しだった、うん、あ、そうなんだ、前、まあ、あるね、まだお知らせできないものがあるんですけど、うん、ちょっとお楽しみにしてくれたら嬉しいかな。トンちゃんとカズのセットってなんか珍しいね。珍しい珍しい、うん、わーいってわーいいいね、皆さんコメントもありがとうございます、うん、ありがとうございます。毎回見るとダンダンチアダンってなんだ、なんかね、その、まあ、僕ランページっていうグループでやらせていただいてるんですけど、そのランページの、そのメンバーが勝手に、うん、アンオフィシャルで作ったコールみたいな感じで、なんかそれ言ってたわ。そうだから、ダンダンチアダンチア男子みたいな、なんかそういうやりましょうそれは。そうなんです。なんかもう、ね、あもうみんなすごい、ダンダンチアダンが、そうなんですよ。ダンダンチアダンチア男子。広まってんだ。いや結構ね、俺が知らないところで浸透率がね。ダンダンチアダンってなんだ。でも一回ね、多分ちょっと言ってみ、なんかね癖になるから、やろう、ダンダンチアダンチアダンチアダンチね。そうそう、なんかリズムがいいんだよね、そうこのブルーサンジェスビーの方をリスバンか、うんうんうん、そうそうそう、リスバン、多分これだね、リスバンのことだよ、ね、これなんかね欲しいよね。ね、本当、うん、劇中の衣装ね。そう。なんかないの
げれないんだろうね、これ貴重なんだ。まあ、うん、ね、これはっていう感じで、ね、本当にありがとうございます。ゲストが…あそういうことね。一郎も半袖か。一郎も半袖やってるんですね。熱い男が多いんだよ、うちは。はい、なんで半袖やんの？上着てたの？上着てる。でもコート着てたから。あ、なるほどね。半袖好きなんだよね、楽で。うん、はい。グッズでね、とかそういうのあったらいいよね。確かにね。うんうん、リストバンド、グッズで出して。あ、ね、ありだね。確かに、ありですね。ちょっと、スタッフさんが。まあ、聞いてくれたらって感じですね。はい、てな感じでもう一枚いきますか。お、行きましょう。じゃあせっかくなので、だから弾きたいだろうから、ショーゴの紫。ああ、いいね。はい、はい、トレーニング期間のことで忘れられない思い出。忘れられない思い出、忘れられない思い出、なんかありますか。あ、俺、あ、結構バク転をめちゃくちゃ練習したんですけど、そのバク転ってやっぱりさ、一回できてさ、なんかもうスランプまではうまくはやってなかったけど、まあまあ確かになんかずっと結構ね、試行錯誤した思い出が多かったかな。確かにな。しかもやっぱり綺麗にやりたいじゃん。それがずっとなんか動画見て崩れてるとかのなんか微調整が、バク転してる間ってなんか分かんなくない？分かんなくなる。どうなってんだろう体みたいな。そう、分かる。で、一個足伸ばす意識したらさ、そうそうそう、忘れちゃう。そんなんばっかだったから本当に。確かにな。今はでもようやくできるようにね、なって、撮影は入れたけど、めっちゃ綺麗やったもん。いやいやいや、マジ大変だったよね。マジで大変だった、うん、だ最初さ、ほんと冗談みたいかと思うんですけど、うん、前回りから始まったんだよね。ほんとにそう、前回りからやって、うさぎ跳びとかホット体育の授業の、そう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 、ホット基礎みたいなとこから、うん、まあ、それぐらいね、何もできなかったからね。本当に良かったわ、できるようになって、はい、で、そのトレーニング期間といえばなんですけども、うん、あのロードトゥーブレイカーズというですね、こちらですね、公開記念で、はい、DVD がこの公開日に、はい、出されるんですけども、この、 あの DVD でですね、はい、僕たち3ヶ月間のトレーニングの期間だったりとかパフォーマンスを、記録した DVD がこれ出来上がったので、はいはい、皆さんぜひぜひぜひ、これマジでもう一つの映画になってるんで、確かにね、うん、見てほしいです。いや、俺も普通にこのドキュメンタリーっていうか、これだけで、うんうんうん、なんかちょっとうるっときそうだもんね。だし、これ見て、うん、映画見たりとかしたらまた映画が違うように。そうだね、まず映画見て、これ見て映画見てください。あ、確かに。サンドイッチがね、サンドイッチが一番おすすめですね、本当に、うん、確か映画見終わった後にこれ見てもまた違うやろうし、うんうんうん、これ見た後に映画見たら多分また全然違う、うん、これ発売も多分映画公開と同時ですよね。3月10日、5月10日です。今今5月10日です。5月10日です。ちゃんと超えます。はい、はい、DVD 欲しい。ありがとうございます。3回は見なきゃ。大地小平さん、ありがとうございます。大地小平さん、トンちゃんすごいな。サンドイッチするよって、うん、大地小平さん、ありがとうございます。ね、ね、ぜひお願いします。はあ、コメントすごいね、本当にね。このハートってさ、全員がさ、今こうやって押してる、うん、わけでしょ。そう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 、すごいね。すごい押されてるよ、ショーゴ今。いやいや、まさか一緒にね、これチェアダンスで、ショーゴのハート、いやいやいや、ここね、ここにめちゃめちゃ流れよ、うん、はあ、はい、ということでですね、はいはいはい、すごい。もう一個ぐらい言っときます。いや、じゃあ、せっかくなんで、ショーゴ引いてよ、ショーゴね、うん、せっか、あれか、せっかく皆さんコメントたくさんしてくださってるんで、うん、なんか、あ、質問みたいなのあったら、時間もまだ DVD 何円ですか。はい、何いくらでしょう、こちら。え、こちら、5月10日発売、2980円、3000円切ってます。2980円になります。まあ、その映画 1、2回分って考えたらね、そう、手元に入って、いつでもこの思い出を取れるってことは、はい、秒で、秒ですね。はい、こちらになります。俺も普通にね、これ一ファンとして予約したから。マジで。普通にネットで予約した。俺もしよう。いや、皆さんもちょっとこれ見終わったらぜひ、うん、いろいろね、思い出すもんね。なんで半袖？半袖でいいでしょ。スクショタイムしよう。スクショタイム、 あれか、なんか大丈夫、なんかあのね、
あれするやつですよね、あれかな、スノーみたいな。あ、そういうこと。あれそれでしょ、絶対そうですよね、スクショタイムってやること。スクショタイム予約する、うん、カズマとゲンの見どころを知りたい。カズマとゲンの見どころ。あー、もうでも言っちゃうとね、ネタバレになっちゃうんだよな。そうだね、でも俺から見てカズマってのは、まあ本当にね、このブレイカーズを、はい、作ったというか、うんうんうん、本当にリーダーというかね、いやいやいや、まとめてくれてた存在なので。ダメにリーダーですよ。いやいやいや、僕はね、カズマはリーダーですけど。いや、カズマね、本当に太陽だよね。だから練習期間とかもさ、もう本当にみんな結構その役そのまんまで練習期間結構やってたりしてたから、うん、そのカズの太陽のような感じに。でも、ね、あれは兵庫のっていう礼節感がありますよ。おい、なんだこの褒め合う時間。礼に来てます、本当に。いや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 、俺なんか尊敬、俺は翔吾にはなれないと思って。こんな男でかっこいいやついるんだって思ったんで。いやいや、なんだこれは。はず。いや、俺本当のことですもん、それは、はい、このひたすら褒め合うみたいなね、うん、恥ずかしいですね。それはやっぱり、まあ、ずっとそうだったかなっていう思いますね、僕は。勘弁してくれ。はい。おお、監督も見てるって。あ、Pも見てる。PもP も見てますよ。監督、監督も見てるんですか。監督見てんの、本当に。言ったよ、そうだよ。監督のコメント探し当てよ、うん、エピソード教えてって。嘘、自分で監督エピソード教えてって自分で言ってるらしいよ。監督マジですか。監督、風間さん、風間さん今日あれですもんね。彼女とご飯に行ってるんですよね。ほんまに嫌がった。ほんまに今ここにいないですよね。なんかそれは耳には入ってきてますよ、僕の。ほんまに言ったそう、さっきずっとその楽屋でなんかね話題になってたんですけど、うん、もう、なんだっけ、エピソードか。エピソード、監督とのエピソード。監督とのエピソード。監督さ、27、8、7ですよね。若いくない？いやー、でもね、本当に俺は、まあ、個人的に、うんうんうん、映画初出演だったんですけど、うんうん、本当に監督 の作品で良かったなって本当に思えるぐらい素敵な監督でしたね。やっぱりさ、うん、このブレイカーズさ、7人ってさ、監督ももう一人のチームだと思うんですよ、僕は。やっぱり監督がいたからこのチア男子っていう映画ができましたし、それは、まあ、今日この場にいないとしても本当に感謝してます。うん、本当に。いや、ほんまにな。さっきのご飯の写真がね、送られてきたらしいんですよ。何してんだろうな、今って。コミットしてないな。いや、逃げたな、多分。監督も、ね、うん、トンちゃんもずっと見てくれてるからな、ね、ありがとう。ありがとうございます、うん、そうですね、本当に、まあ、いろいろとね、若いからかこそね、うん、で撮影期間まで3ヶ月練習して仲良くなった部分めちゃくちゃあったし、だからなんか一緒に作り上げた感覚がめちゃめちゃあるというか、うんうんうん、そのなんかこう一方的にこうしようこうしようとかじゃなくて、こうみんなでこうね、なんかチーム一丸となってこの映画が作り上げられたみたいな、そういう感覚がすごくあって、なんか本当にスタッフさんともなんかそう、ね、仲が良くてというか、本当にね、なんか常に撮影現場は結構ワイワイしてたかなみたいな、本当にそれが印象的だったな。僕はいつ出るんだろう。あ、トンちゃんもね、いつか来るんじゃないこのインスタライブ、ね、うん、結構ね、お忙しいんですよ、皆さん。いや、本当にね、はい、頑張ってるしね、うん、みんな。トンちゃんもね、トンちゃんの何のトンちゃん感がすごいね。うん、いや、トンちゃんはね、うん、トンちゃんで本当にハマってたね。うん、どっちがアニメでみたいな、アニメの方のチア男子も見ましたけど、うん、同じだもん、うん、同じなの、もはや同じなの。
いやでも俺の数は確かにまさき以外、うん、俺からしたらねもう考えられなかったけどね。もうまあみんなそりゃそっか、みんなそうよ、うん、こうやってくると、撮影期間とかさ、トレーニング期間もずっと数々って言ってたからさ、うん、今こうやってなんかまさきっていうのはすごいなんか恥ずかしいっていうかさ、なんか変な感じするみたいな。トンちゃんって大地だもんね。あのトンちゃんの回絶対ね、うん、俺大地とは 100% 呼べないと思う。トンちゃんはもうなんかハマりすぎなのよ。ハマりすぎてて、うんうん、愛されてんな。本当に、うん、カズから見たランページのこと前回出たんでしょ。そうそうそう、ランページ大盛り上がりだったらしいね。あのね、うん、リクさんとジンさんとルイさんと翔平がもう急遽、うん、あのお弁当を作ってくれて、ああそう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 、辛いやつだ、そう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 、あの企画でも来てくれたメンバーだったりとかも来てくれて、本当急遽、うんうんうん、あの来たい来たいってなって、うん、じゃあ遊びに来ますって言ったらすごかったもんね。そうそうそう、あのそのまま来たか。いやだって一郎がもうなんかランペメンバーみたいなのやってたもんね、うん、なんか紛れて、うん、もはや、ね、もはやなんか逆になんかもうランページみたいなやつ。俺もバック転ぐらいだったらできるような乗り気やったよ、なぜか。勝てませんよ、いやいやいや、プロのエンターテインメントもね、見に来たいね、マジでライブとかね、うん、来てほしいよ、ね、ぜひぜひ行きたいっす。ってな感じでですね、コメントも皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとさ、なんか一個引いて質問答えてね、見ていいの、質問あるよ、いいの、まあでも色、じゃあでしょう、じゃあ俺が聞きたいこと言うわ、うん、あ、聞きたいこと、あるよ、はいはいはい、あ、はい、はい、これ、うん、俺的チア男子パフォーマンスのビキニの見どころを一つ挙げろ。はい、あーなるほどね、やっぱさ違うわけじゃん、そのランページやってる時のライブのパフォーマンスとチア男子のパフォーマンスってどういう違いがあるのか、それは僕にが言えることじゃないんで。あー、なるほどね、うん、いやでもやっぱりね、そのチアってさ、すごいなんか人を笑顔にするとか、うん、そういうなんだろうな、勇気づけるっていうのがなんか根底にあって、うん、まああのね、劇中もなんかそういう、うん、シーンがあったりするんですけども、うんうんうん、なんかそのね、まあチアならではのそのチアスマイルというか、うん、とかその人を元気づけるためにもう自分たちも全力で笑顔で、なんかこう身を酷使して身を削ってやるっていうのはね、なんか逆にそのランページの活動でもすごい勉強になった部分でもあって、うん、ああそうなんだ、そうそこ今までね、そういうなんかあの考えはそこまでなかったんだけど、うん、なんかそこですごい学んだ部分もたくさんあるのでね、うん、気持ちいい、やっぱり気持ちいい、めちゃめちゃ気持ちいい。気持ちいいだろうね。だし、バック転とかバック中とかはね、うん、なんかそういうのもまだね、やってないんですよ、僕、皆さんの前では。なるほどね。そう、だからね、まあ、映画を見てのお楽しみなのか。ああ、アクロバットはやんないんだ、ライブとかね。一回やった、ちょこっとやったでしょ。いや、でもね、ファンの皆さんの前ではまだ嘘やってないかもしれない。そのうちうちでさ、メンバーの中とか、うんうんうん、それこそまあなんかうちうちの時はやったりとかするんだけど、そう、うん、まだや見せたことないかもしれないので、うん、いや映画本当に楽しみに待っててほしいです。今日もね、来る前にちょっと練習してきて、バック中の、うん、そう、え、そう、今日やってきて、あのメンバーの翔平っていうやつが、うん、あれ、弁当持ってきてくれた時にさ、バック中央じゃないですか、そのメンバーと一緒に今日は練習して、はいはい、え、それは、あ、そっか、ん、そっか、そう、俺らってさ、やっぱりさ、その役を離れちゃうと、あ、離れちゃうわけですよ、うん、だからなんか、あ、そうなんだ、そうそうそう、だからすごいね、そうなんだ、すごい、嬉しいね、それは、自分のね、一個のね、あれだもんね、そうそうそう、確かに、俺もいい、ね、この映画終わったらもうやらんかなとか思ってたけど、うん、でもやっぱこのね、せっかくあれやったから、すごい楽しみにしててください、う
翔平ね、タイムで見たい。今日するからかな、絶対見に行く。ありがとうございます、本当に皆さん。今日ここでやります？爆中ここで？この畳で？畳でここではね、ちょっとあれなんですけども。そうね、で、皆さん、お、なんだだんだんチアダンってわけですからね、僕らはどういうことだってことで、はい、みたいな。いや、これ広めよ、だんだんチアダン、チアダンしよう。めちゃめちゃアンオフィシャルだったけど、うん、なんかもうどんどん俺らで言ってれば広まるから、浸透しすぎてね。俺も知って次流星に教えればいいから。ああね、で、舞台挨拶とかでさ、みんなでやろうや。いや、まさかこんな広まるとはちょっと誰も予想だにしなかったわ、うん、だって映画見てても分かんないもん。要素ないですよ、要素ないの。あの勝手にそのラッテージメンバーが作っただけであって。そうそうそう、本当に。じゃあせっかくなんでいいですか。どういうことですね。ダンダンシアダンダンダンシ。なるね。いやもうコメントがもうね、もうだんだんチアダンでもう溢れ返って。いや本当にこれやろうや、舞台挨拶で。皆さん覚えてくださいよ。逆にいいんですか、こんな公式のやつで。はい、あ、 OK が出てますので。はい、いや何ページコラボということでね。いやでも本当ね、一回ね言ってみてください。じゃあみんなで、あの合唱する時間作りましょう。やりましょう。一回ね言ったらねちょっと癖になるから。だんだんチアダンチアダンシね。行きますよ。行きましょう。皆さん行きましょう。準備いいですか。はい、せーの、ダンダンチアダンチアダンシ、はい、ダンダンチアダンチアダンシ、はい、ダンダンチアダンチアダンシ、はい。いや、なんだこれ。入れましょう、これは。何時間だこれ。えい、入れましょう。ね。いいね、嬉しいね。すごいすごい、コメントも。でこういうさ、インスタライブしてないかったらさ、出てないかった話なわけじゃん。あね、うん、それはね、嬉しいよね。いや、あのさ、うん、まあ、まさきといえばね、はい、まあ、まあ、元戦隊にも、出てたということで、はいはい、最近もね、戻ってくることができて、まあ、その、戦隊といえば、うん、戦闘シーン、こう戦うシーン、はい、とかけまして、はいはいはい、まあ、チアダンシの、ね、予告を見てくださった方は分かると思うんですけど、その戦闘のシーンも、はい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 、戦闘シーンについて、まあ、戦隊みたいなもんだからね、それは。おい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 、それは戦闘のシーンがあるから、ほぼ戦隊みたいなもんだから、今回のチアダンシは。いろいろと難しいだろ、それは。もうね、トシキもね、ライダーやってたしね、ね、そうなんですよ。リュウゼイもね、特急でやってたからね、そういうつながりで、ね、戦闘シーンもあるんですよ、今回。戦争戦闘シーン、めちゃめちゃ無理やりだけど、その戦闘シーンについて。いや、あれね、やっぱりあのパンツを履くわけですよ。肌色のね、肌色のパンツを履くんですけど、俺そんなの履いたことなくて、うん、でもさ、なんか言うたらさ、結構キワいところまでのパンツを履いてるんですよ、僕たちは撮影用にね。それを7人全員履いて並んでるっていうのが一番面白い。いや俺もさ、もうこういうの初めてやから、さどういう風に飛んでやろうってめちゃめちゃドキドキしてね、うんうんうん、で結構あの日が俺一番ピークでおもろかったかもしれんわ。っていうかもう僕のその携帯の中に皆さんには絶対に見せれない、あのイチローとゲンの絡みの動画があって、これは僕らが10年20年後になって笑い話の時に出せると思ってます。そやな、ほんまに。ちょっとあれはね、本当にあれはね、出しちゃいけない、過激な、過激な、ちょっと18禁の、うん、バスローブ着たね、バスローブ着た2人がいるんですけど、それはねちょっとさすがにね、そう、俺らがいいって言ってもね、出しちゃダメって言われちゃうから。そうだね、うん、あれはね、うん、あれは、まあ、今も残ってんの。もちろん消してくれもう早く。怖いから、ほんまにほんまに載せようとしてたやんか。最初はねちょっと、ね、止められた。ドキドキしたよ、うん、あれを載せるとか言ったら、止められましたか、いろんな人に、うん、止めるよ、うん、全力で。面白いよね、あれ。エロ勝負よ、ほんとに。エロ勝負、エロ勝負でしたよ、うん、あれはほんとに。でも戦闘シーンもね、はい、ちょっと裸のね、イチローの体がねバキバキすぎて怖いんだけどね。でこの前さ、インスタライブでもちょっと腹筋見せてくれて、イチロー、でなんかその腹筋見せたとこをスクショした画像は結構めっちゃ、うんうん、
あのチア男子をさ調べるとさ出回ってて、違うもうそのチア男子達成の時は一郎筋肉減らしてきたらしいからね。ね、そう筋トレやめてんだゴリゴリすぎて大学生に見えないみたいなそんな人いる？そうなんですよ。エロやショウゴ。おやかましいわ。エロやショウゴ。誰がエロやショウゴじゃん。はいね、本当に。うん、ということで、うん、せっかくなのでね、カードいきますか。いきますか。じゃあせっかくなので、じゃあ赤引こうかそろそろ。ね、そろそろ多分欲しいんじゃない？うん、赤引こう。じゃん、コーチやメンバーの、印象に残っている言葉を。思い出す言葉。ああ、うん、現場で言われたこと。ああ、なるほどね。まああの一個あって、お撮影って、うん、言うたらあの、まあ、5時半とかから始まって、うんうん、まあ、インはもう7時とかなんですけど、うん、その朝、うん、このカズのテンションに上げるために監督と いつも一回バーって段取りとかやって、うん、本番じゃない時に、うん、カズ上げてけ言葉を俺多分毎回言われてたんだろうな。確かになんかよく見た。上げてけカズ上げてけで次の日もカズ上げてけまあね、俺いつも言われてたのは今でも思っててますね。確かについ言われてるイメージあるから、うん、その朝一のさシーンとか特にさ、うん、あのね、テストして本番前にさ監督がこう、うん、カズのところチュ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 て上げてけナイスって言って、え、浅香さん来たんすか。浅香さん、え、浅香さん嘘でしょ。あ、本当だ、みんなコメントでも浅香さんって。浅香さんは浅香さん、あ、白って、あ、じゃあ白色引きますか、はい、浅香さんは言ってるから、次ドラマお願いします、一緒です。あ、そうだね本当にいろんなそういう絡みが、はい、うん、てかさ、この前のそのトシキとのさ、うんうん、あれでもいいよね、このさチアダンスのメンバーが今はもう本当に仲良くて、そうだよね。ということで浅香さんのご指名の白いかせていただきたいと思います、はい、ですね、自分のポジションのうんちくを語れ。おお、ポジション、はい、まあね、チアには、うん、ポジションといってですね、まあ、なんかベーストップ浅香さんのスポット、スポット。危ねえ。セリフそのまんまやったら、あの瞬間ちょっと数やったら、危ねえ。なんかすごい懐かしいと思った。ベース、ベース、トップ。ああ、スポット。懐かしい。うわ、ちょっと上がるわ。言ってたね、ちょっと懐かしい。うん、そうそうそう、うん。まあね。で、まあ僕はトップをやらせていただいて、カズ、うん、はあのベースだったんですけども、うん、どうでしたか？ベースとかね、特に。ベース大変だったは、うんちくになるんですけど、こうやって例えば俺と翔吾がベースやるのと、うん、俺とトシキが一緒にやるとかだと、うん、やっぱりタイミングとかやっぱ違ってくるんだよね。二人の息のなんかちょうどいい気持ちいいポジションみたいなのがそれぞれあって、それを毎回なんか人によって探るのがベースは楽しかったかなって。ワンツーダウンアップであげるんですけど、そのアップのなんかもうタイミングがすごいシビアで、うん、まあ、コンマで結構変わるん でバッチリハマるとトップにもそれが伝わってバーンっていくから、それはまあベースのなんか心通わす瞬間ですね。確かに、うん、本当にね、みんなでこう息を合わせてというか、うん、本当一人ではできないあのスポーツだなって本当に思って、うん、まあ、僕もトップだったんですけど、うんうんうん、トップもね、まあ、傍から見たらトップだけはこう、うん、力任せにいってるように見えるんですけど、全然そうじゃなくて、だから俺もそのクランクインする前にその、ね、男子チアについて調べた時に、うん、まあなんかいけそうだなとか思ったんだけど、でも全然やってみるとね、本当に難しいというかね、うん、本当にどうなの、そのさ押し上げられる感じなの、一緒に飛ぶ感じなの、一緒に飛ぶ感じなの。やっぱそうだよね。そうそうそう、だから分かるもん、下向いてなんかこのね、下からのこのみんなのこの力がそのままなんかロケットみたいな。そう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 、もう俺はもう身を預けるだけみたいな、うんうんうん、だからその感じがね、なんかあのチアのいいとこというか、ね、チアはいいですよ、本当に。なので皆さんも、ね、ぜひ劇場で僕らの大迫力のチアを見ていただきたいなと思うんですけども、はい、
でそのチアリーディングのですね、うん、まあ僕らショッカーズ、はい、もともとね、元となったショッカーズというチーム、はい、方々に、指導をいただいてたんですけども、うんうん、そのね、キングオブチアリーダーズコンペティションっていう、あ、コンペティション、コンペティションっていう、キングオブチアリーダーズコンペティション、はい、はい、ということですね。KOC ですね、うん、まあ、これは男子チェアリーディングの競技としての地位の、向上を目的として、うん、そのショッカーズの、OB の方々が設立した育成団体、はいはいはい、キングオブチェアリーダーズという、ね、団体があるんですけども、その彼らが主催する世界初の男子だけのチェアリーディング大会が、うん、そうですね、キングオブチェアリーダーズコンペティション2019が、今年も開催されるということで、はい、本当にすごい僕らもすごく楽しみなんですけども、うんうん、ね、そこの、主催者の方に、はいはい、この前まさきは、あ、そう、この間取材でお会いしたことがあって、ね、うん、本当にその初代でショッカーズを作られた方がいらっしゃってて、でその時、まあ、座談会みたいな形でお話しさせてもらったんですけど、そのなんでチアを男子だけでやろうと思ったんですかって聞いたら、うん、目立ちたかったって言ってて、やっぱそので最初はその男子のチアで、うん、一応みんな本気でやってたから、うん、で唯一無二だったわけなんですよ、そのショッカーズが、うん、でも最近になって、最初なんかその、まあ、男子チアのチームがポツポツと増えてきて、うん、その時はんみたいな、俺らがうん、なんかオンリーワンじゃないけどみたいな、あの元祖だぞみたいな感じやったけど、そうやってそうやってなんかどんどん増えていくにつれ、うん、戦えるようにもなるし、あ、でそれぞれの色がついてきて、うん、なんかやっぱりそうやってチームが増えていくことによって刺激し合える環境がすごく素敵だったようで、うん、で今回そういうダスチアの KOC の大会がそういうできたみたいですね。素敵ですね、本当に素敵な話でした、ね、ということで、うん、そのキングオブチアリーダーズコンペティションコンペティション2019はですね、3月30日土曜日の、4時より、文部東京スポーツ文化館で、うんうんうん、開催されます。はい、そのね、迫力のパフォーマンスを間近で見られるということも本当にまたとないチャンスだと思うので、はい、ぜひ皆さんお越しください。お願いします。お願いします。俺も普通に行きたいわね。なんかね、面白いよね、絶対、うん、ショッカーズさん見に行った時面白かったもんね。いや、ほんと衝撃的だった、うん、マジで。いや、多分なかなかね、うん、そのまだ見たことないって方もいると思うんですけども、うんうん、まあ昨年になるのかな、紅白にもショッカーズさんは出られてたね。ほんとにそのチアってその応援するっていうのは、うん、まあ、すごくこうメジャーっていうのはあれなんですけど、こう皆さんに、ね、届きやすくなってて、すごく僕も嬉しいなと思います、はい、なので皆さんで応援しましょう、はいはい、応援しましょう。じゃあどんどん広めていきましょうね。本当にそう思います。本当に、うん、でもこんなね、素敵なことないもんね。いや本当にね、まあ、触れることができて本当に気づかされたし、うん、でやっぱりこう役者やっててなんかそういうことって多いから最近、うん、実際にやることなんてないじゃないですか。確かに、うん、22になって、うん、それってなんかいつでもいつからでも始められるし、うん、いつからでも気づくことができるから、それは本当に皆さんにもお召し体験してほしいなって思います。確かに、はい、私映画見終わった後にはね、なんかそれすごく感じるんじゃないかなって、うん、ね、思うよね、うん、お、じゃあそろそろスクショタイムなるもの、スクショタイム、はい、こっちはね、はい、僕たちが出演するチア男子はですね、うん、5月10日に、はい、公開を迎えます。このブレイカーズ7人で挑む男子チアリーディングの全力パフォーマンスも、まあ、汗だったり、はい、涙だったり、笑顔だったり、はい、まあ、本当にいろんな要素が含まれている素敵な映画だと思うので、ぜひ皆さん劇場へ、足を運んでいただけたらなと思います。お願いします。でですね、うん、特典付きのムビチケカード、これですね、これだってます？そう、このチラシのこちらですね。後ろも見せてみましょう。こちらですね。はい、このはい、こうですね。これはまあチラシなんですけども、特典付きムビチケカードが今発売中でして、はいはいはい、このデザインのオリジナルクリアファイルが、うん、3月21日木曜日、今日か？ん？違う。今日だ。今日じゃん。今日です。皆さん早く。今日からね、発売になりました。はい、ね、本当にこれは数量限定らしいので、うん、
あの早めに皆さん、うんうん、今日第1弾が即売り切れだったらしいですね。本当に本当に本当にありがたいことです。ありがとうございます。本当になので皆さん、はい、ぜひお早めにこのムビチケもチェックしていただけたらなと思います。はい、お願いします。でですね、うん、あ、まあ本当に皆さん長い間ありがとうございました。本日のねゲストに、はい、まあ、チア男子インスタライブチャレンジ、うんうん、皆さんに、あ、僕からですか。はい、皆さん今日はあの貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございます。今回あの、まあ、こうやってね2人でなんかプライベートな部分を見せることが、確かに本当にだから俺ら本当にめちゃくちゃ仲いいんですよ、うん、今回7人、ね、だからね舞台挨拶とかもこれから楽しみだし、確かに、でこれからまだ、インスタライブチャレンジ、岩翔吾のインスタライブチャレンジまだまだあるようなので、まあ、これからゲストいろんな方来ると思いますんで、うん、まあ、こういうなんかわちゃわちゃ感とかチア男子とかの裏側を知って、うん、映画に来てもらえたら本当に嬉しいと思ってます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。でですね、はい、まあラストそのスクショタイムなるもの、うん、欲しいですか。いや欲しいでしょ。まあね、せっかくなのでね、こんな機会ないと思うので、うん、ちょっと待ってよ、インカミンすればいいのかな、ポンと、あ、いや、あ、ま、間違えた、はい、お茶目さんだから、はい、OK です、はい、はい、お茶ですね、こういうことだよね、はい、皆さん、おー、コメントもたくさん、これはさ、何なの、俺、あ、ちゃうちゃうちゃう、ちゃうちゃうちゃう、それじゃん。何これ、初めてやるんだけど、こういうの、あ、何これ、こういうのか、何これ、何これ、初めてやるんだけど、これ確かによく見るやつだ、これ。まあ、あ、眉毛動くと、え、眉毛が動くと、お、すごい。なんか今更感かもしれないけど、初めてこれやったわ。そう、これを毎回やりましょう、うん、みんなで。ああ、いいね、確かに、うん、なんかね、いい、だってめっちゃ、だって急に増えてるもん、視聴者さんが。おこれやば。うわ、おお、なんだこりゃ、何で言われてきない。すごい、なんかライブで、はい、ありがとうございます。この機能で遊ぶっていう、はい、はい、まあね、せっかくなので、はい、ちょっと待ってよ。かわいいな、これ、はい、行きましょう。はい、そして映画公開までですね、うん、このチア男子のチア男子インスタライブチャレンジは、続きますので、次回の日程はですね、チア男子の、オフィシャルの公式 SNS で、また発表されるので、はい、ぜひ皆さんフォローしていただいて、楽しみに待っててください。かわいいな。はい、はい、それでは最後にだんだんチア男子で締めますか。そうだね、はい、で、この前レッツゴーブレイカーズってこう、うんうんうん、ね、みんなでエンジンして締めたんだけど、はいはいはい、どうしようか今回、それかあれにする、これにする、あ、やろうや、それ劇中の、そうだね、うん、じゃあダンダンチアダンやって、ダンダンダンチアダンチアダンシレッツゴーレッツゴーブレイカー、あ、いいね、いいね、オッケー、じゃあ一回普通にやります、普通で終わります、最後は、そうだね、もうもうそろそろであれでしょ、終わったでしょ、皆さん、オッケー、じゃあ最後に出し惜しみで、うん、いくよ、いくよ、じゃあ皆さんもう締めますよ、締めますよ、なんで急に急に数字が、じゃあ撮るよ、あ、え、これ撮る、あ、そういうことね、はい、では現実はやっぱブスだな、これやめろ。はい、では、はい、いきますか、お手を拝借、はい、せーの、ダンダンチアダンチアダンシーレッツゴーブレイカーズ、ありがとうございました。今回は改めて、はい、主演の中尾雅樹さん来ていただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、じゃあ皆さんまた、ごめん、ごめん、また次回をお楽しみに、ありがとうございました、じゃん。